図書分類法は、図書を、主題、内容に基づいて分類する方法。目録の作成などを目的として、図書館などで用いられる場合が多い。資料を多量に収集、収蔵していくことで、利用者が求める情報の提供に時間がかかるようになってしまう。そのため、図書の分類が古来より行われるようになった。また、図書館が発展したことで、 図書分類法も変化、多様化していった。図書館における図書分類は古くから行われており、その起源はアッシュールバニパルの図書館まで遡ることができるとされており、資料を歴史、法律、科学、魔術、競技、伝説の6種に分類していた。アレクサンドリア図書館においても10種類に図書を分類していたとされている。10世紀後期。 アッパース朝の首都バグダードの書籍書イブンアルナディームが古今東西の書籍を十部に分類したフィフリストを表し以後イスラム世界の図書分類の基本となった13世紀のマムルーク朝に仕えたアルヌワイリーは宗教、神学以外の諸学門をご分類した17世紀のオスマン朝に仕えたキャーティップチェレビーはイブンアンナディームの分類を改良 順序変更を行った上で、さらに著作をアラビア語、トルコ語、ペルシア語と言語ごとにまとめた、目録、疑問の表価を作成した。中世ヨーロッパには自由な中と呼ばれる学問の区分が存在したが、これに基づいた図書の分類を行うことはなかった。17世紀にイングランドのフランシス・ベーコンが自然学に基づいて、人間の精神活動を理性、記憶、 創造の三分野に分けることを提唱した。この考え方はフランスにわたって百科全書派や実証主義派に継承されたが広い指示は得られなかった。19世紀にジャック・ブルネが A 進学、E 法学、I 諸科学、儀芸、O 文芸、U 歴史に分けたフレンチシステムを考案した。ウィリアム・トーリー・ハリス図書館での配下を分類に、 基づいて行うことを提唱したのは、フランシス・ベーコンの系統を受け継いだ、ウィリアム・トーリー・ハリスである。1870年に発表した分類はその後の図書館のあり方にも影響した。1876年に、アメリカ合衆国のメルビル・デューイによって、デューイ重心分類法が考案された。後に科学分野の進歩などによって、重新分類法がさらに重筒、細分化されたり、 新たな基準による別の分類法が考案、採用されたものの、基本は流移重心分類法に由来している。学問の根幹を読書に置いていた中国では、古くから図書の分類と目録作成の研究が盛んであった。漢石の分類法としては、紀元前6年に全漢の相手への命令で、流が編纂した七略が存在した。七略とは陸芸略。 諸子略、子不略、平書略、十数略、片技略、修略の七部分類法のことである。三世紀には、精神の武帝の命令で、順次絵が、中継神望を編纂し、その際に、甲、乙、平、帝の四部の分類法を最初に適用した。これは一見すると、簡略化にも見えるが、実際には、竜の時代には存在しなかった分野や、 書籍の種類が増加した分野もあり、7略ではかえって対応しきれなくなっている現状を改善する目的があったとされている。その後、7世紀初頭の随所の形跡史により、胸部を含む、不飛飛べ、古部、中部の4つから構成される4部分類法が完成した。さらに時代は下がって、真の権隆帝の命令によって編纂された一大奏書である。 4個全書にも4部分類が適用されており、今日に至るまで、完璧分類のスタンダードとして踏襲され続けている。だが、アヘン戦争以後の西洋の学問流入によって、実際の目録作成に4部分類は、不適切とされるようになり、次第に、実際の図書目録作成の場からは姿を消すことになる。中華人民共和国成立後は、 各地の図書館で独自に作られていた分類法を国際重新分類法に統一する動きが盛んになった。しかし文化大革命の影響で国際重新分類法が国内における批判に巻き込まれると中国図書館分類法編集委員会は1973年に中国図書館図書分類法の試行版を作成した。 中国図書館図書分類法は1990年出版の第3版で中国図書館分類法と名を改められた。中国図書館分類法は大板類の一番目がマルクスレーニン主義及び毛う東主義となっており、成立当時の社会情勢を色濃く反映させたものとなっている。日本において書籍の始まりは大人氏の故事で知られるように、 中国からの伝来であったと考えられている。このため、最古の図書目録とされている、日本国見在所目録も実態は関籍のみを扱っており、分類自体も随所の形跡史に習った分類方法となっている。日本独自の分類は類似国史などにまで遡ることができるが、図書目録における最古のものと考えられているのは、鎌倉時代後期の 本庁書籍目録である。493の図書を20の部に分割した、この目録は、折からの現行直後の深刻思想の高まりも、相まって、真事、定期を筆頭とし、和歌などの日本独自の文芸などを部門立てするなど、近代以前の図書分類の基本となり、江戸幕府の紅葉山文庫の目録である、五文庫目録や花輪保一の、群書類中、 明治末期から大正期にかけて編纂された古字類園など各種目録、草書の分類にも踏襲されている。明治維新後に欧米の図書目録を模範とした図書分類法が日本でも取り入れられるようになった。1876年、官立東京書籍館にて、要所、国書館籍の目録が刊行された。これは、いわゆる、六文分類が採用された。 これは、ハリスの提唱からわずか6年後のことであった。官立東京書籍館を受け継いだ帝国図書館は1879年に図書分類法を八門分類に改めた。この八門分類は日本国内の図書館に多大な影響を与えることとなった。しかし、当時は未だ西洋伝来の図書分類法に旧来の日本にある図書を当てはめる方法をとっており、 日本の実情に必ずしもかなった分類法ではなかった。また、帝国図書館以外では、図書分類に関する原則が定められていなかったために、各図書館がバラバラの分類法を採用していた。1904年頃に、京都府立図書館館長、湯浅義郎が重新分類法に基づく、和漢図書分類法を作成したが大まかな分類でしかなかった。 続いて1909年に佐野智三郎が従来の8問分類を10問に再編し、数字3桁による分類記号を与えた山口県立図書館分類表を作成。その後石川県立図書館や新潟県立図書館でも独自の重心分類法が作成されている。これらを統一する試みが1910年の全国図書館大会。 1918年の全国府県立図書館長会議において行われたがまとまらず、翌1919 19年の全国府県立図書館協議会においてようやく日本初の標準分類表が制定された。しかしこれも実際には標準とはならなかった。1927年にマミヤ・フジオが結成した青年図書館院連盟でも、 最優先課題としてこの問題が取り上げられた。そして、1928年には、青年図書館員連盟のメンバーであった森清志が和洋図書教用重心分類標法を考案した。森が、翌1929年に発表したものが、今日の日本の公立図書館、学校図書館のほとんどで採用されている、日本重心分類法の初版である。 この方法が日本図書館協会に推奨されたこともあり、その後全国の公立図書館、学校図書館に採用されたのである。日本重新分類法は、留意重新分類法に習って、図書の主題、形式、地域、言語などによって、共通の数字を対応させる除期性を設けており、分類の緻密さと簡素さを併用している。しかし、利便性を優先するため、 除期制に多くの例外規定が含まれることになっており、かえって煩雑になってしまっている部分も存在する。なお、帝国図書館を継承した国立国会図書館では、当初は干書は日本重心分類法、要所は留意重心分類法を用いて区分していたが、1968年以後より細やかな分類が可能な国立国会図書館分類表を採用している。 ありがとうございます。